はい、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。君が死ね多数決ですゲーム、続きからやっていきましょう。さて、この部屋から出なきゃいけないんですけど、どうしたらいいのかな。なんかある程度調べたんですよね。このなんかクマのぬいぐるみを拭かなきゃいけないんですよね、この血みたいなやつを。でもこのなんか水ではダメ。カードはダメか。これなんだっけ、これ何の紙が。あ、君は悪いが少しかわいそうだな。この気になるメモ以外で拭いてあげるか。お、やりましたね。紙で拭いてあげるとは。クマの涙が止まった。ん、クマの口から何か出てきた。お、やった、マイナスドライバー来た。マイナスドライバーでこれ確か開けられるんですよね。よし、また工具、六角レンチ。ん、何何何何、さっきまでこんな赤いのじゃなかったよね。床に赤い液体が滴り落ちている。何何何何、急に。これなんか水関係ないか、メモも関係ないか。何何何何、あともう一種類必要なんだよね。え、これなんか他に何が使えるんでしょうか。大きなクマのぬいぐるみももう関係ない。なんだろう、どこに、どうしたらいいんだろう。ここにさ、瓶置いておけば赤い液体入ってなんかなったりとかしないのかな。他に何をするべきなんだ。お、床の隙間に工具をねじ込めば開きそうだ。すげえそんなの気がつかないよ絶対。たまたま工具箱が選択されてて、たまたま私が床をクリックしたからいいものの。何これ、床の下には赤い液体がどんどん溜まっていく。で、何これですくったりする。水を入れれば水かさが増しそうだな。あ、何かが浮かび上がったな。できれば液体に触れたくないな贅沢やな。あ、でもとりあえず取ったのね。釘抜きを手に入れた。よし、これでこのイラスト絵が取れるのかな。よし、4種類すべての工具がある。取り外す何だって今、取り外せるぞ。絵画を取り外した。すごい仕掛け何これ、めっちゃ楽しい。忍者屋敷かからくり屋敷だな。縦長のロッカーが一つ置かれている。開けますか。え、開けるしかないよね。嫌な予感がする。落ち着け私。え、開けるぞ。よくサラちゃんこれ心の声で言ったなキャーって言ったけど、キャ何って普通もう声に出して言っちゃうけど、私だったら人じゃん。どうしよう。え、どうしたらいいの。大丈夫ですか。意識がない。どうしよう、起きる前に逃げた方が。お母さんがフラッシュバック。ダメだ、いい人かわからないけど、この人は助けてと言った。確かに、なら連れて行こう。手間取りながらも男に肩を寄せて担いだ。どこにも怪我はなさそうだけど、慎重に連れて行こう。でも連れて行こうったって、まだどこも空いてなくない。もう何もない。え、移動できんの？あれ
湧いてたむしろ。あ、サラ、どうしたんだそれ。私の姿を見るなり突然倒れたんだ。ジョー、手を貸してくれ。わかった、みんなのところまで運ぶぞ。そのつもりだ。じゃあ移動して通路行って広間に行けばいいのかな。おい、どげんした、そいつ。意識がなくて。俺にはようわからん。誰かわかるやつに見せるんじゃ。誰か医者、お医者さんいましたっけ、この中に。どなたかお医者様いらっしゃいましたっけ。あ、間違えた、こっちじゃないな、遊戯場じゃない。間違えた。もうすぐ間違えるんだから。一旦広場に行って、誰だろう、カイさんとかだったらわかるのかな。カイさんとか刑事さんとかだったらまだ分かってくれたりするのかな。ピンクの部屋。ん、サラちゃん、それって。ああ、どういうことだよ、その肩の野郎は。手を貸してください。実は私は赤い部屋での出来事を話した。安心しな、気を失ってるだけだよ。何者なんだろうな、この人。首輪がついてるね。首輪。そうか、彼は仲間です。縄で縛りましょう。いや、仲間だろ、どう考えても。同じ首輪してんだから。だといいね。今まで姿を見せなかったからおまわりさん警戒しちゃうけど。確かにこの人、今までずっと赤い部屋にいたのか。でも私さ、私ってか、まあサラちゃん、確か赤い部屋に誰かが入っていくのが見えて入ってったんだよね。その人どこ行ったんだろうね。この人が起きるまで事情を聞くことは難しそうだな。まあ動けなくしときゃ心配ないだろうね。起きたらゆっくり事情聴取と行こうか。少しほっとすると室内の状況にどうしても気が向いてしまった。あの刑事さん、まだナオさんたちは。ああ、ずっとあのままさ。一歩も動かないよ。おまわりさんも見てるのがつらいね。刑事さん、部屋から出ればいいんじゃないですか。めっちゃ他人事。もしかして調査したいんですか。まあね、辛いけど誰かがやらなきゃいけない仕事さ。ちょうどプロなんだおまわりさん。ただ会話したことのある相手をこうして調べるのは初めてだけどね。やっぱ辛いっすよね。バーカ、ナオちゃんの方がよっぽどだよ。尊敬する人を失っちまうなんてなあ。まだ疑ってんのかな。あの刑事さんにも尊敬する人っているんすか。いたけど。呼び出し。部屋にいる方へ連絡を行います。遺体の回収を行うため速やかにその部屋を退出してください。遺体を回収。ふざけないでください。先生は誰にも渡しません。逆らうことは許しません。霧の散布を開始します。また白くなってる。またガスかよ。いや、やめて、やめてください。先生は死んでなんかないんです。そう言うとナオさんは先生の一部を。九太郎さんが持ってきた箱に入れた。何するにゃん、そんなことしたらダメだわ。どいてください。ナオさんは止める手を振り払い走り出した。待つにゃん。銀、
ダメだ、待て。こりゃまずいね。追いかけるぞ、サラちゃん、ジョー君。頼んだ。ナオは冷静じゃねえ。丁寧に扱ってくれよ。どうなんの？あれ、どこ行ったんだ？まさか、あの階段の先に行ったんじゃ。てか私イラスト持ってるな。絵画持ってんな。この絵画さ、もしかしてだけど、あの部屋の絵画と関係ないよね。とりあえずちょっと隠し部屋に一旦行ってみようかな。あー、ごめんごめん、ここにいるよ。パスワード何か思いつかないか暗闇で考えてたんだ。ナオさんと銀くん、ここには来てないよ。そっすか、そっすか。じゃあ用なしでごわす。とりあえずじゃあ戻りましょうかね。うわっ、九太郎さんがいないな。止められなかったのかな、もしかして。九太郎さんがいない。2回行っちまったのかな。どうする。うわー、手分けして探そう。よーし、ジョー君、君は1階を頼めるかい？え、そっち2人だけで危なくねえすか？危険なデートになりそうかもね。帰りが遅かったらヘルプに行くっすからね。急ごう。うわー、何これ、2階。ここが2階か。ドアがいっぱいだね。どこに行ったんだ。そっか、もう下には戻れないのか。ちょっとセーブしておくかな。黄色い湯のドア、鏡のドア、石のドア、赤い湯のドア、大きな鉄格子が、通路を塞いでいる。じゃあ赤から行きますか。ここにはいない。これもしかして湯って本当に温泉のこと？お風呂には温かいお湯が溜まっている。ボトルにお湯を入れる。入れておこうかな。液体を入れて持ち運べるボトル。何このペンギン。ペンギンじゃないよ。ペンギンじゃないよって言った。何これ。可愛いんだけど、シャンプーもないのにシャワーもないのにシャンプーなどが並んでいる。どういうこと。暗がりに小さなサウナがある。暖かくはない。そんなもんか。入りたい、入りたい。入ってくれんのかな。我慢だ今は。無類の温泉好きなのかな。じゃあ次、石の部屋行きましょう。銀、サラ姉ちゃん、助けてにゃ。ナオ姉ちゃんを探してたら鉄の檻。こんなのどうしたら。ああ、迂闊に触っちゃダメだ。あっ、サラ姉ちゃん。銀、どんどん下に沈んでいってるにゃ。嫌わ、怖いよ。めっちゃかわいそう。助けて、サラ姉ちゃん。考えろ、考えるんだ。二人で檻を持ち上げる。多分触っちゃダメって言ってたから、これは違うね。檻を破壊する、これも違うね。手を触れずに引き下がる。檻はどうすることもできない。ここから出してよ。銀、檻の動きは止まり、完全に地面へと埋まってしまった。ああ、銀、びくともしない。どうしたら。そこかな。え、はしごだね。ほら、ザラちゃんおいで。
何これ。銀、大丈夫か。もう怯えきってるじゃん。緑色のスイッチ、もう迂闊に触れない方がいいな。目の前にあるのはコンピューターの画面のようだ。機械は苦手だね。何か書いてあります。鳥かごゲーム、檻の中の鳥、人質を解放せよ。緑のスイッチを押し続け、出力を最大まで上げるのだ。油断をするな。邪悪な仮面がスイッチに触れたものを殺しにかかる。聖なる光で仮面を照らし、隙を見て押し続けろ。このボタンを長押しすればいいみたいだね。仮面が現れたら手を離して神聖な光を当てるか。光ってなんだろうね。なんか隣にあった鏡の部屋がなんかあんのかな。あ、機械の下に懐中電灯があります。お、聖なる光だね。それ懐中電灯をすくい上げた。なんか中途半端な位置にあるな。でもな、ここで挑戦するのはな。仮面が見ていない間に緑の光を押し続けろだっけ。現れたら撃退するでしたね。やるの本当に。うわ、でも上に行けない。やるしかないのか。押す。なんだ、始まるみたいだよ。なるほど、そういう感じか。なるほどなるほど。これ制限時間とかあんのかな。やばい、食らってる。怖い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 。このゲーム性めっちゃ怖い。緊張するんだけど。しかもこの仮面なんかめっちゃ怖いな。痛い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 。ちょっと、ゲームオーバー。初めて見たゲームオーバーの画面。なるほど。通常のなんだろう、ストーリー通り以外で死んじゃう場合はこういうゲームオーバーになるのね。なるほどなるほど、わかりました。今度こそ成功してみせる。あの仮面の野郎めっちゃ怖いんだよ。頑張る、いけるいける、私ならいける。されるんでしょうか。ん、懐中電灯もつかなくなったみたいだね。まあいいか。銀、開けて出てこれるかい。銀、怖かったな。もう大丈夫だ。刑事さんは震える銀を抱えて下ろした。優しい。サラ姉ちゃん。銀は私の胸へ飛び込んできた。なんか夫婦の子供みたいだな。銀、大丈夫大丈夫。さ、戻ろうか。今の銀になってたけど多分刑事だよね。突然大人びた銀、さ戻ろうかって銀が言ったらめっちゃ怖いな。お前さっきまで怯えてたやんって。なおちゃん、いないね。2階は外れだったかな。1階でジョーが見つけてくれてるといいが。ジョーか、約束をしていたな。
なるほど、刑事さんに探りを。いや、なおちゃんの安否、なおちゃんの安否の方が大事だと思うけど、まあ、せっかく2人、まあ、かっこ銀もいるけど、聞いてみましょうか。おまわりさんでも、ハズレを引くんですね。困っちゃうよね。おまわりさん、引退かな。遠回しじゃはぐらかされるだけか。ま、そういえば刑事さん、さっき憧れの人がいた、と言っていましたね。言ったっけ？はい。言いたくないことですか？君は本当に頭が切れる。いたってことは過去の人ってことだ。まあここで無理して聞かなくてもいいかな。話したくないならそれで構いませんが。うん、話したくないね。じゃあもう聞きません。やっぱ面白えな、サラちゃん。わかった、こうしよう。メインゲームとやらを生き残ったら教えてあげるよ。え？やっぱりメインゲームは行われてしまうのでしょうか。回避は難しいだろうね。そんなのを許す奴らじゃない。そして始まってしまえばみんな本気だ。それにおまわりさんも死にたくないんだ。刑事さん、私も死にたくないです。私も死ぬのは嫌です。死にたい奴なんていないさ。きっと醜い争いになる。お互いがお互いを大嫌いになるかもしれない。それでももし生き残っておまわりさんにまだ興味があれば、サラちゃんにだけは教えてあげてもいいよ。私は絶対にメインゲームを回避できる方法を探します。うん、覚悟だけは決めておくんだよ。嫌な話するわ。じゃあちょっと鏡の部屋行ってみましょうか。うわー、なんか血が見えるんですけど。射殺された男の絵画が壁にかけてある。何者かの手が銃を構えている絵。裏側にも絵が描いてある。裏を向ける。ほう、これは裏を向けられないのかな。裏側は特に何も書いてない。絵を撮る。ほう、あー、壁紙が窓に貼ってある。剥がす。お、簡単に撮れた。花瓶一本抜く。この花瓶にまた生けることもできると。ピカピカな鏡には自分の姿が映るだけだ。あ、髪がちょっと乱れてる。そんなこと今気にするか。謎の液体が入った霧吹きが置いてある。霧吹きを手に入れた。ぼんやりとした鏡が私の姿をそこそこ映す。鏡に同じ姿を映すには双子か自分そっくりな人形でもなければ。水たまり。がっちりと固定されていて動かせない。なんかこっちは乗ってるな。重りを反対側へ移動する。え、別の部屋で何かが動いた音がした。これは氷の氷像。あ、これが溶けてこっち側は 水たまりになってるのか。電球は明かりを照らしている。電気の通っていない電球が天井に取り付いてある。手が届かない。なるほど。ちょっとじゃあ一旦出ましょうかね。どっか別の部屋で動きがあったかもしれない。黄色の湯の部屋に行ってみましょう。あ、こっちにもペンギン。ペンギンじゃないよ。
すでに入っているになってるな。こっちもサウナか。風情のある富士山。特に何もなさそう。広間に戻ってみよう。え、なんか電気が消えてる。同じこと言ってるわ。あれ、電気が消えてる。おかしいですね。え、怖いんですけど。ちょっとじゃあ酒場の方から行ってみましょうか。真っ暗。誰もいない。広間、喫煙所のある通路、遊戯場、誰もいないな。赤い部屋、怖。青い部屋にもちょっと入ってみようか。誰もいない。主ももう話しかけてくれませんね。広間に一旦戻って、食堂、食堂の奥、隠し部屋。え、ソウさん。暗闇にはうつ伏せに倒れたソウさんがそこにいた。大丈夫、息はある。おい、しっかりしろ。ソウはぐったりとしている。サラちゃん、周囲を調べてみて。は、はい。銀は部屋の外を見ててもらえるかい。やれる？あの子にやれる？ぐったりとしている。頭を殴られた形跡がある。パソコンがない。ここにあったノートパソコンがなくなっている。机の下を調べる。机の下を覗くと、奥の方に緑色の光が見えた。はっ、これは見覚えのあるカードだ。今刑事さんも銀もこちらを見ていない。めくります。これ何？身の後ろ？怖い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 。サラ、私はカードを素早く元の場所に戻した。ソウさん、気がついたんですね。今の見られていた？いてて、僕気を失ってたのか。後頭部をガツンとやられてるね。血が出るほどではなかったっぽいけど。ひどいよ、誰がそんなことを。はい、やられた。パソコンがない。持ち去られたんでしょうか。パソコンの中身は見ましたか？パスワードは何でしたか？見ましたか？中身何もわからなかったよ。パスワードも中身のデータも。仕方ないさ。よほど不都合なものだったんだろうね。混乱に乗じて奪い去ったんだ。一階にいた誰かがね。一体誰が？持ち去った犯人を探しましょう。今はナオさんを探しましょう。みんなと合流しましょう。まあ今ナオさんを探すか、みんなと合流した方が良さそうですよね。まあでも暗くなってるし、一旦みんなと合流かな。これは刑事さんのセリフかな。そうだね。このまま気持ちも行動もバラバラじゃダメだ。みんなをまとめる、集めるんだ。一度まとまるべきだよ。誰か悪い人がいるのか。何が何だかわからない。やだ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 、変に話しかけないで、怖いから。ほんとあんた、ねえサラさん、さっき何か見てた？めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。はぐらかそう。わかりません。何のことですか？へえ、そっか。どっちにしても多分同じ反応だったんだろうな、今のは。
っと待って、もう一回さ、もう一回見ることはできないの？うわ、もう選択できないわ、もう選択できないわ、もうやだ。ピンクの部屋は死体がなくなってる。しかも何も選択できない。いや、めっちゃ怖いな、あの人。電気ついてる。おや、サラさんたち。カイさん。はい、カイさんです。どうしましたか？ちょいとそろそろ集合しようって話になってね。そういえば先ほどジョー君にバーで集合するように言われました。へえ。電気が復旧したのでようやく動けます。みんなで参りましょうか。案外カイさん好きなんだよな、私。この落ち着いた感じね。一気に広間に行かせてくれたな。どこ行けって言ってた？バーか。酒場。サラ、ジョー、ナオさんは見つかったか？に、2階にもいなかったのか？消えちまったっちゅうことかよ。そんな。部屋を見渡すと、ナオさんを除いてほとんど全員がすでに集まっていた。一体何事ですか？みんなまあ落ち着いて。あの、その縛られている方はどなたですか？やっぱ縛られてんだ。たくうるさい奴らだな。しましまの男。まあ確かに髪の毛も着ている服もしましまっていう、まあそうあだ名がつけられても仕方のないやつですね。なんなら首輪の感じもしましまだわ。こいつらとナオってやつで全員なんだな。あ、起きたんだね、あんた。この縄を外せ。俺にぶっ飛ばされないうちにな。こいつちょっと凶暴なんだ。困ったぜ。ふん、どいつもこいつもビビリが。危ない人を連れてきてしまったのかな。話しかけてみよう。あの、ちょっといいですか？ん？お前は。いやー。何？なんでこいつが自由に歩いてんのよ。早く誰かと捕まえよう。待って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 、口調違くない？口調さっきと変わってない？めっちゃ なんじゃ急に。知ってるのよ、私こいつヤバいやつなのよ。ちょっと待って、頭の中でのキャラクター設定が追いつかないんだけど。落ち着いてよ、順を追って話さない？まずはその辺妙な口調やめねえか。俺としたことが取り乱したようだな。ふざけてんのけ、こいつ。なあ、俺たちにはあんたに構ってる時間がないんだけど、少しだけ取り調べの時間を設けてやるよ。縄をほどくか、その後で決める。なに？優位に立とうとするな、金髪野郎。おお、怖い。取り調べは頼んだよ、サラちゃん。それも私がやるんですか？おまわりさんぶるっちゃってね。もう。準備ができたらいつでも話しかけてね。セーブしよう。まあじゃあちょっとキリもいいところですし、今回はここまでにさせていただきますか。ご視聴ありがとうございました。次回はじゃあこのちょっとしたオカマちゃんの事情聴取から、取り調べから始まりたいと思います。